長谷部誠は日本の政治家。前夜秋田県由利本城市長。元秋田県議会議員。秋田県岩木町出身。父親は衆議院議員を一気務めた長谷部七郎。1973年3月、同志社大学経済学部卒業。1974年、秋田県教育委員会に勤務。1983年4月30日。 秋田県議会議員に就任。以後6期連続当選。2005年3月22日、本城市と由利郡7町が合併し、由利本城市が発足した。これに伴って4月17日に行われた、由利本城市長選挙に出馬するも、旧本城市長の柳田博氏に、僅差で敗れる。2009年4月12日に行われた、市長選に民主党の推薦を得て、 歳出馬。柳田市政を引き継ぐ前市総務部長の渡辺誠一を破り初当選した。4月17日、市長に就任。2013年、無投票で2期目の当選。2017年、無投票で3期目の当選。2021年4月4日投開票の市長選挙で、元百合本城市議会議員の港隆信に敗れ、落選。 4期連続での当選はならなかった。ありがとうございます。